Bow. Bow. Yes, I wanna bow. Bravo, bravo, yay, bravo.
い、ということで今回はですね、バレエダンサーが羽生結弦先生のパリの散歩道をね、ちょっとバレエで踊ってみたというのをちょっとやってみたんですけれども、本当はね、ここすでにもう1週間ぐらいで羽生結弦先生のね、動画をもう2本出してるので、まあ、ちょっともうちょっと時間あげようかなとか思ってたんですけれども、この前ね、羽生結弦先生があのチャンネルをね、開設されたということで、その記念にと言いますか、てかさっきね、その公開練習っていうのをちょっとライブで配信でやっていたので、ちょっとずっと見せたらね、ちょっとこんな時間、ちょっと今、11時半になってしまったけど、ということでね、前回のロンカップに引き続き、今回第2弾ちょっとやってみたんですけれどもね、今回の方が難しかったな、意外と、やっぱり曲調が激しい分ね、難しかった。どっちかっていうと、このバレエっていうよりかは、ジャズとかなんかそっち系の中はね、方に近いかなっていう感じだったから、余計っていうか、それもプラスして難しかった。という感じで、ね、今回あの動画がね、いいと思ってくれた方、ぜひぜひ高評価ボタンよろしくお願いいたします。ちょっと前回よりも、ちょっと自信ないかもしれないけれども、はい。まあこんな感じで動画を出してますので、ぜひぜひチャンネル登録ボタンも押していただけますと嬉しいでございます。あとね、今回もそうなんですけれども、結構ね、このチャンネルは、羽生結弦先生にね、ちょっと助けられた部分も、まあ勝手に助けられた部分もあるので、そう、まあこのチャンネルを好きな人ね、ぜひぜひ羽生結弦先生のチャンネルの方に行って概要欄にありますので、ぜひチャンネル登録押していただけますと、僕ちょっとね、すごい、あの恩義があるので、はい、あのチャンネル登録をして皆さんしてくれると嬉しいです。はい、あ肩がすいません、ちょっと片手だとちょっと全限界が来たので、ちょっと両手でというか、まあこれで終わりなんですけども、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録忘れずに。それではこのチャンネルはバレエを広めるを目的に行っております。このめちゃおもろい動画を見て、もしもバレエをやってみたいと思った方は、山海バレエカンパニーでバレエを習ってみませんか。ぜひ概要欄をご覧ください。それでは Please like and subscribe. Bye bye.